ニコラ・バッカイは、イタリアの作曲家、歌唱指導者。特にオペラの分野で活躍した。バッカイは、トレンティーノに生まれ、ベーザロで育った。この地で音楽を学んでいた彼であったが、法律を学ばせようと両親に、ローマへと送られる。法律家になる意志のなかったバッカイは、声楽のレッスンを受け、その後ローマの重要な作曲家であったジュゼッペ、ジャンナッコーニのもで、 対位法を学んだ。21歳になるとナポリへと赴きパイジェドの門下に入った。彼のセビリアの利発誌は35年後にロッシーニのセビリアの利発誌によっておやられるまでの間、喜劇の傑作と考えられていた作品であった。ベネチアでキャリアをスタートさせた爆いはバレエの作曲や歌唱指導によって主に生活費を稼いでいた。 オペラで最初に成功を収めたのは、1815年にナポリで発表した、愛、ソリトリディスコナであった。パルマで移植を受けて作曲した、ピエトロ・イル・グランデの初演の舞台では、彼自身も独唱者の一人として舞台に上がった。この後、ザディグ・イー・アストルテオ、そして彼の最も有名なオペラ、ジュリエッタとロミオが続く。1832年4月に、 最大の成功作であるジュリエッタとロミオがキングズシアターで上演されるのに伴い、バッカイはロンドンに一時滞在した。自身の魅力と大陸での評判によって音楽界に溶け込んだバッカイはすぐに教師として引っ張りだことなる。イギリス闘留を終えてイタリアへ戻ったバッカイは1838年にミラノ音楽院の院長並びに作曲の教授に就任した。 6年後に体調を崩して、職を辞した後、幼少期を過ごしたペーザロに今日構え、この地で16作目のオペラを完成させた。バッカイは1848年、ペーザロに没した。現在、ベッディーニの影に隠れたバッカイは、主に歌唱指導者として記憶されている。彼の著名な門人には、ソプラノのマリアンナ・バルビエコール・ニーニがいる。バッカイは、多くの本を執筆した。 その中の一冊である1832年の実践的声楽法は学生に対してイタリアのレガートの様式による歌唱法を指導するため、アルトの他にバスなどの低い声域用にも適用可能なように移嘱されている。この教本は現在も出版されており、教材として使用されることもある。バッカイは序文の中で 唯一自らの鍛錬を正確に披露できる巨匠の声だけが真のレガート歌唱の正しい技法によって学生を指導することができると記している。また、この著作は19世紀初頭のオペラ公演の情報を伝える重要な資料でもある。ありがとうございます。